しばらくここにいてもいいかな。リフレッシュがてら小説をこそ練りたいんだ。サトルも帰ってきたことだし。誰？山村サトルは5年前に死んでるの。誰？人生に行き詰まった人。ばあさんの年金と家賃収入目当てがよ。逃げ続けている人が。世界六大マラソンで、これ一体年齢おいくつ？再びスタートラインに立つ。明日一緒に走ってみないか。お尻のトレーニングか。可愛い。このチームの名前を考えようと思ってたんだ。六匹の神。いやいいか分かんなくてさ、昨日の自分より少しはマシになってるかなって。今日みんなが無事に走れますように。そういうやつに限って夢とかくだらねえこと言ってんだよ。疲れたを言い訳にしてませんでしたか。二人で走ってきたの。自分に嘘をつかない。君がまた走り出す時。